ボンドボディより G800 の続きをお伝えしたいと思います。でまだ2日しか経ってないんですけども、もう作業の方が始まってこんな感じになってます。もう背面タイヤが取り外されたりだとかで、今教えてもらったんですけど、なんとブレーキの作業がもう終わってるっていう、いつの間に塗ったんですかっていうでフロントももちろん塗り終わってます。なんか車を動かす関係で一番最初にやってた方が、まあ、段取りがいいだろうということで、もう塗り終わってるみたいです。で、まあ、作業的にはこの辺のモールだったりとか、それからパーツの取り外しから始めてるみたいです。で、まあ、今モール外しただけなんですけど、これからまあガラス外したりだとかドア外したりだとか、そういった作業に、かかってくるみたいです。で、今回サイドステップもクロックするみたいなんで、取り外してもうクロックラッピングに送ってるそうです。であとはもう1台のワイドスター、前回急遽発覚した、そっちもちょっと見てみたいと思います。もう1台のワイドスターはパーツのペイントが終わって、これから組み付けに入るみたいです。フロントバンパーなんかはもう出来上がったものがもう用意されてて、まあ、配線だったりグリルの取り付け作業にかかってるみたいです。あとフェンダーだったりはここにあるんで、ちょっと見てみましょう。フェンダーを発見いたしました。これがワイドスターのフェンダー、もうベイト済みみたいです。もうツヤツヤで、こっちがダクト1個なんで、ちっちゃいダクトなんでリアになって、こっちがフロントだと思います。あと他にもパーツ塗り上がったものがここにありました。リアバンパーとかなり作業が立て込んじゃってるみたいで、もう大量にあるんで、どれがどれか分かりません。はい、はい、リアブレーキのカバーを発見いたしました。まあ、今回はブラバス作ってるんで、もちろんブラバスのロゴで入れてあるんですけど、その他チューナーコンプリートなんかを作る際、例えばテックアートとかマンソリーとか、まあいろいろできますんでご相談くださいませ。で、これが白いワイドスターのリアゲートみたいです。スムージングして取り付けるんで、今全部下処理の状態ですかね、サフェーサーかな、塗った状態ですかね。で、これから塗装に入って、まあガラスつけて戻す作業になるんじゃないでしょうか。で、僕一点この背面タイヤレスにする場合のあえて注意点をちょっと紹介したいと思います。で、背面タイヤ取り外すのを検討されている方っていらっしゃると思うんですけど、まあ、これは好みなんで、まあ、あった方がいいとかない方がいいとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、外した場合一点注意点なのは、結構このリアゲートこれを閉めるのに背面タイヤなくなると、しっかり閉めないと閉まらなくなっちゃいます。はい、なんで普通の感じで閉めるとこう閉まらなくなっちゃうんで、まあ、ゲートの重みがなくなるからですね、その辺ちょっと注意です。まあ、本当はなんか多分このこれがどうしても背面タイヤある用のダンパーなんで、まあ、この辺調整できればいいんですけど、まあ、調整できないんで、まあ、ちょっとここがしっかり締めないと閉まらなくなっちゃうんで、その辺だけちょっと注意です。そしてこれが背面タイヤ外したベースの部分になります。これ隠すものがボンドボディオリジナルだったりだとか、あとブラバスだったりとかいろいろ出てますんで、スムージングしないでもスタイリッシュにすることもできます。 The next day. はい、今日はボンドボディにまたまた来ております。ブラバスゲレンデオールペイントの続きをお伝えしたいと思います。ちょうど今日で、入庫から1週間経ったんで結構進んでると思いますんで、ちょっと見ていきたいと思います。それ、あ、それ今多分これ水溶き中ですか。はい、の水研ぎ中のオールペン前のゲレンデでございます。ここまでバラバラになってる現行ゲレンデって多分まだないんじゃないでしょうか。で、とにかく全部パーツが取り外されて全部水研ぎの状態でございます。もうピラーから、ここから上はもうペイント済みみたいです。そしてドアもこの辺も当然全部剥がしちゃうんですね。まあ、当たり前ですけど、もう激安オールペンとかだとこの辺のタイヤのコーションとか、こういうステッカー類とかこうマスキングして塗ったりなんで時々見かけられますけど、こちらの車はもう全部磨いております。そしてやっぱりこの辺もペインター高橋さん許せないと思うんで、この辺も塗られるんじゃないでしょうか。で、ガラスも結局このキワキワが塗れないんで、この辺も全部ガラス外して水溶き中でございます。外したパーツはこちらも全部、本当に色替え徹底的にあらゆる部分が全部、はい、バラされて設置されるみたいです。
あ、これちょうどライトのところ、フェンダーかな、フェンダーというべきか、もちろんパネルというべきか。もうドアはもうこれ見てもらえば分かるんですけど、まあ、当然ハーネスとかもう余計なパワーウィンドウとかも全部取り外して全部塗るっていう、はい、そういう作業の真っ最中でございます。これ果てしないっすね全部っすもんね、こういうことが全部。え、ストレッチに書いてないですかこれ一日仕事どころじゃないじゃないですか。そうですね、何日かなもう朝から晩まで僕には無理です。ここ高橋さんは塗るって言ってたんで、あれ分けてるじゃないですかって言うの、分けて塗る、はい、車動かせなくなって困ったんで、ここはあの艶消しのモールがつくんですけど、これはもう接着されちゃってるんで、はい、ここは、まあ、この上でかぶるんで、キワキワで塗ってパーツをつける、そういう工程になります。工程的に今どのぐらい進んでるんですか。 20% ぐらいですか。今まだ 20% ぐらいからとりあえずパネルものを落っことして、はいはい、全部外してるってことですかね。落っことした状態で、はい、ボディ色のまず1色目を決めちゃおう、はいはいはい、でこの状態から、はい、今度ドアを塗って、はいはい、なるべくブレ色のブレを出さないように一気に塗ってた。ああなるほど。とにかく下地準備を進めて、はい、もう塗るのはその日のうちに一気にバーッと。それからエアロパーツを、結局時間が経ったりとか調色し直したりすると色ブレが出ちゃうから、う、ね、もう全部いっぺんに準備していっぺんにバーッと塗ると。はい、なるほど。そうです、果てしないっすね、これは僕の想像の3倍ぐらい。まだですね。もうとりあえず今、まあ、バラシが終わって下準備始めた、はいはい、なるほど。じゃあもう本当に塗装の工程の下処理の下処理の下処理ぐらいの、はい、そんな段階でございます。はい、はい、まあ、考え方2つあって、はい、結局その鉄板の素の状態にして、はい、そこからプライマーを入れたり下地処理をして塗装をしていくっていうのが、はい、あのいいんじゃないかっていう考え、はい、要は新車の車を作る時の工程と同じ流れってことですよね、はい、っていうことをがいいんじゃないかっていうことで、はい、そういう剥離作業をする工場さんも一部いる、はいはいはい、うちの場合はなんでそれをしないかって言ったら、はい、基本的に新車のラインで塗られてる塗膜とかプライマーとかって、はい、補修用のプライマーとか塗料に比べると耐久性がものすごく強い。なるほど。粘着で塗られたものと僕らが使っている補修用の、はい、そう根本的な作り方が作りが違うから、はい、できれば、はい、その強い硬、はい、い純正のトマトを残した上で、はい、その上に新たな色を塗ってあげるっていう方が、なるほど、車のもう将来的な耐久性で言えば絶対そっちの方が強い。だから剥離してプライマー入れ、補修用のプライマー入れて塗ってっていうのも、はい、なしではないけど、なしではないけど、ちょっとうちのその考え方としてはこっちの方がいいんじゃないかっていう、リスク、はい、将来的なリスクを考えたら、はい、こっちの方がずっと強いんです。ああそうですね。硬いものは残しておいた方がいいだろうっていう、はい、なるほど。でもどうしてもこうやって純粋に入ってない部分に関しては、はいはい、もちろんプライマー処理して、もともと入ってない部分に関してはプライマー処理して塗ってあげるっていうのはするんだけど、面の部分、はい、全体的な部分に関しては剥離はしないっていうやり方、工程のお話でございます。確かに電着塗装って後からできないですからね。電着はできないですね、新車のラインだけ、はいはい、ドブ付けでこう、そう、はい、でドブ付けでプライマー処理した後に、はい、色っていうのはもうこの品質の跡が物語ってるんだけど、はい、ドアパネルとかっていうのは全部品質がこうくっついた状態、はい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 、半開きぐらいの状態でラインを流れていくんで、はい、ここで電着を利用して中まで巻き込みながら塗装していくっていう、はいはい、ああなるほどなるほどなるほど。でもラインによりこう動いてるので、はいはいはい、まあ機械でねバーッて巻いていくっていう。だからもう塗装ラインに入るときにはもうドアはくっついてる状態。ああだからこの辺はないだからこういうヒンジの跡がこの辺は鉄板向きだし、もうだからオールペンで一言って言ってももう本当にピン切りですよね。ピン切り、はい、
どこまでやるかもそうだし、同じだけバラしてもどういう工程でこう変えていくか、はい、でやっぱりその工場によっての考え方もあるし、だからどれが正解とかじゃなくて、まあ、一応うちの考えとしてはこういうふうにやってますよって、そうこういう理由があってこういう乗り方をしてるっていう、はい、そういう話をございます。けどオールペン、え、大丈夫ですよ。でもオールペンはウェルカムではないですか。ウェルカムではなくもないですよ。あ、そうなんですか。新車でオールペンたまにありますよね。ある、はい、5人に1台ぐらい、はい、新車で国道の用がないから、はいはいはい、オールペンも前提で車を買うんだけど、はい、5年に1台バラすのも大変だし、部品もそれこそ全部ガラスとかモールドとかも外して、さっきもちょっと話出たんですけど、この辺の車体番号入りのコーションなんかはディーラーにこう申請して、しかも簡単に出てこないんで時間もかかるし、はい、そういう大変さもあるみたいです。これは大変ですね。そうでもない。でもだからもう今ともですけど、ラッピングが今コスト結構高い。はい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 。なんでかって言ったら、やっぱりこうバラしてなるべくもう稼働する部分を頼むから全部シールを巻くっていうふうになると、やっぱりコストが高い、はいはい、そうするとオールペンするコストとあんまり変わってなくなってくる。確かに確かに。材料費的な部分っていうのは多分シートであってもそれをやってもそんなに変わらない。あとはもう手間っすからね。手間っすんだよ、はい、そうするともうラッピングはね、オールペンは変わらないんだけど、もう耐久性で言ったらね、まあ圧倒的に塗装になりますから、ね、まあ元に戻せるっていうところで言ったら、はい、カッティングというかラッピングの方が部がありますけど、まあその辺は相談してもらえば、はい、いろんなものがたっぷりやってできると思います。2 weeks later、 ゲレンデのオールペン続きをお伝えしたいと思います。入庫してからだいたい2週間ぐらい立ってる感じです。もうかなり作業が進んでるみたいなんで、ちょっとその続きをお伝えしたいところなんですけど、その前に同時進行で進んでるこちらのワイドスター、こっちもちょっとかなり作業が進んだんでご紹介させていただきたいと思います。もうエアロは一通りついたみたいです。で、完成したらちょっと詳しくご紹介するんですけれども、グリルがちょっとかっこよくなってたりだとか、ルーフにライトがついてたりだとか、あとは今回なんとダクトがボディ同色で塗られてたりだとか、あとこの辺とか、うーん、もうかっこよくなってます。はい。で、ホイールはまだ純正なんで、多分かっこいいのがつくんじゃないでしょうか。で、リアが注目でございます。なんとスムージングっていう、まあ、ブラバスでこう隠すタイプなんかいろいろあるんですけども、今回はすっきり爽やかスムージングがされております。まあ、この辺なんかも全部ボディ同色ですね。はい。で、今回なんと、ボンネットだったりだとか、その辺の追加パーツもかなりあるみたいなんで、ちょっとすごいのが出来上がりそうです。これも完成したら詳しくご紹介させていただきたいと思います。じゃあ肝心のオールペン見てみたいと思います。行きましょう。もうボディの塗装は全部終わってるみたいです。ちょっと全部覆われちゃってるんで見えないんですけども、ちらっとこんな感じで、はい、見えないところも全部ペイントされております。そして問題だったエンジンルームも塗装されております。ですが、なんか炙ったらブツが湧いちゃったということで、今絶賛やり直し中みたいです。ただこの辺全部すべてパーツを取って、この中、こっちの内側、はい、見えるところは全部塗ってるそうです。さすがにもうパネルの裏側とかもそこまでは塗らないんですけど、まあ、基本的にもう部品外さないと見えないところは抜いて、まあ、部品外さなくても見えるところは全部同色で塗装しているそうです。で、パネル類はこちらにバッチリ塗り上がっております。リアゲート、ボンネット、各ドア、当然全部中もペイントされております。で、多分これ塗っただけの状態なんで、ここから磨き入るんじゃないでしょうか。はい、もう完成楽しみでございます。こっちはフェンダーのところみたいです。この色のゲレンデが走ってたらめちゃめちゃ目立ちますね。これ何事かと思っちゃう。
でこの辺多分バンパーのトリムかなんかですかね。あとミラーのキャップだったり吸口なんかも全部ペイント中みたいです。まだちょっと多分折り返し地点には届いてないんじゃないかなっていう、これからが多分組み付けたりとかいろいろ長い感じになるんじゃないでしょうか。ちょっと続きは次回の動画でお伝えしたいと思います。